画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。スイッチ版デッドバイデイライト、発売しました、とうとう。なんとね、発売しちゃいましたよ、スイッチ版のデッドバイデイライトがね。ファンミーティングでも少しだけ触らせていただいたんですけども、やっと製品版で、ちょめちょめできます。いや、普通のね、ランクリセットと違って、今回はみんな横並びでランク20からスタートということで、なんか、なんだろう。新鮮だね。新鮮な気持ちだね。うん。で、スイッチ版から始めるよっていうね、デッドバイデイライトユーザーの方のために、まあ、ご説明します。これは4名のね、サバイバーと1人のキラーが戦う隠れ鬼ごっこのゲームでございまして、4人のサバイバーはね、各地に、マップの各地にある発電機を修理してね、5台。そして、ゲートを開通させてね、脱出すれば生存者の勝ち。そして、キラーはそれを邪魔するのが目的です。なのでね、殺されないように、恐怖の殺人鬼に殺されないようにね、生存者は逃げなければならないといったゲームなんですね。うん、これはね、だから、生存者のサバイバーの方々のね、このチームワークがめちゃくちゃものを言うゲームなんです。しかし、キラーも黙っちゃいません。PC 版、PS4 版と私頑張ってまいりました。ベルゴルゴン。今回、スイッチ版でも暴れたいと思います。というか、オープニング撮ってきた、ベルゴルゴン、撮ってまいりました。もうね、マジでね、怪我するかと思ったまた。全身タイツを買い直し、段ボールを、加工をね、ずっとやってね、加工をこう、なんでしょう、マジックテープとか通したりなんだりね、クッションを作ったり、そしてね、色を塗ってね、それをね、もう、一日かけて色って、大の大人が家の中でやってたわけですよ。まあね、もう、なんだろう。デモゴルゴンが次元の穴を通って裏の世界に行く姿を完璧に再現した。ね、ポータルに潜って出てくるところも完全に再現してる。もうどっからどう見てもストレンジャーシングスのデモゴルゴンになってると。思いますけども、万が一、しょぼいと思ってる、しょぼく見えちゃってる人もいると思います。それの人はね、みんな目が超えている。目が超えている。っていうかね、パーク1個。そらそうよ。初めて最初のデモゴルゴンだから、これ。操作を確認しとこうかな。これか。いや、本当にね、ランクリセットというのがね、月に1回あるわけです。12日、13日ぐらいかな。にランクが戻るわけです。これ、ランク20からランク1まであって、1が一番良いと。プレイヤースキルがいいという状態なんですが、それとは別に本当にみんながランク20から始まるデッドバイデイライトってもうもはや3年ぶり。発売当初ね、PC 版の。なおかつね、これ、壊しちゃう。スイッチ版でね、デッドバイデイライトが落としたぞ、今。あーって言っておりますね。ジャンプ攻撃をするまでもない。なんだか可愛らしいじゃないか。動きが。そらそうよ。初心者の方も混じっておりますよ、きっと。ただね、どうやら、私これスイッチ版沖縄に行ってる間触れなかったんで、ちょっとね、スタートダッシュ遅れてしまってるんですが、先にやってる方々の話によると、ランクがね、戻されるというバグがあって、結構ランク20体にみんな溜まっちゃってるみたいな、ことらしいです。なので、パークがゴリゴリ揃ってる人がね、生存者にいたりとか、ランク20なんですよ。うん。っていうのは、ちょっとバグってるらしいですね。まあね。デッドバイデイライトって言ったらバグったよね。いるね、これ。くぐりなさい。そう。これがデッドバイデイライト。おら、あまだね、
ちょっと範囲が読めてないんだよね、私。見て。そう、思わず端っこに行ってしまいます。はい。やり始めたばかりの初心者の方に、一つ、ヒント、アドバイスしたいんですが、これが突進か。殺人鬼に追われて怖くなってはマップの端っこにむやみに行かないということが重要です。そしてこれ、もがいてください、こういう時。あ、もがき出した。ちゃんとスティックグリグリしてね。うん。どうなるかわかんないから。あれ？足跡。じいさん！そして初心者の方、こうやって無理にね、救出する。殺人鬼にね、殴られながら救出するっていうのはね、特別な理由がね、ある時に、やってください。特別な理由っていうのはね、おいおいまた説明していくと思うんですが、何の考えもなしにやってると、生存者、みんなの生存率が落ちていくと。そして、今のおじいちゃん、もがいて、そしてボタンを連打しなかったので、一瞬で死んでしまいました。これもね、実はね、やり始めた人、うわちょっがよくやりがちなんですね。まず、肉フックに釣られたらもがかない。おぶちゃん。もがかない。そして、おっと、やっぱ難しいな。スイッチ版で突進難しいな。突進しない。で、もがかないっていうのはね、その脱出3回できるわけですよ。肉フック最初に釣られた時にね。で、それをもう何の戦略もなしに、肉フックから脱出しようと3回チャレンジしてはいけません。よっぽどのことがない限りね。うん。で、その後は連打モードに入るわけですが、連打をきちんとしてください。いや、なんて、初心者に優しい動画になってるんだ、これは。さてと、この先か？今、このシャーってやってるのは、ポータル近くにいる生存者に、今行きます。あれ今行きます。もぞ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 。ポータル近くにいるとね、わかるっていう能力なんで、はい、みんちゃん。お、いい、走りた。いい泣き叫び方だ。お、意外とやっぱね、ちょっとね、この、今スイッチ版は画面を挿してテレビ出力してコントローラーを別途つけて、よいしょ。それで操作しています。なんか拡張グリップみたいなのがあるともっとやりやすい気がするが、なんかちょっとスティックがね、やっぱスイッチ版よりは PS4 版の方がやりやすい感はあるね。もし、なんか今飛んだなからさ。もぞ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 。うん。治療が終わったようだね。この先だろう、おそらく。逃げた先のことが書いてある。いたね、信子さん。ふい。あの子ももがいちゃった、みんちゃん。あらよ。そう来ると思っていたよ。あらよ。うん。まあ、なのでね、やりやすさを求めるならもしかしたらコントローラー別途、あった方がいいのかもしれませんね。と、痛感しております。スティック感度をちょっと高めにしたけど、なんか振り切る感じがするね。想像よりも。どこにいるんだい？ドクンドクン、なっていただけないか？こちらでしょうか。デモゴール、ベルゴルゴン。今行きます。まあ、残念だよな、俺なかなか。惜しい。ちょっと引っかかった。おっと、後ろか。ちょっと当てたいな。ため攻撃当ててみてえな、練習がてら。まあ、いいもうとりあえず殴ろう。で、キラーに殴られた後、実は加速するんですね。生存者って。で、その加速を利用して、より、そのキラーよりも先、遠くに逃げるっていうのが重要なんですけども、今みたいに、殴られて、そこら辺をくるくるして、結局キラーの近辺を、に、留まるっていうのは、ちょっと良くないのでね、気をつけてプレイするとね、生存率が上がると思います。
いるね。さあ、連れていきましょう。いやー、今、ランクが20に戻されるっていうのって、もう治ってんのかな、この動画上げた頃って。これが続くようなら、もうずっとこのランク帯に、ランク帯修羅の国になるぞ。私も早くランク上げたいんだけど、さっきね、19になったのに、いつの間にか20戻っててね。と思っちゃったね。はいよ。そんなわけで、冷酷な殺人鬼となりました。で、キラーはですね、基本ね、別に全滅させなくても、いいですよ。自分なりの楽しみ方を見つけてみてください。と、パーク揃ってるな、みんな。うん。それだね。皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。